南川主政は日本の鍵盤ハーモニカ奏者、研究家、鍵盤笛奏者。鍵盤ハーモニカの両手弾き奏法による音楽シーンを代表する一人である。レパートリーはポルカミューゼットワルツとヨーロッパ音楽中心。楽器を縦に構え、両手で演奏する両手弾きのスタイル、両手縦弾き。左手は逆手と超絶速弾きテクニックで観客を魅了している。 両手引きの特性を生かしたソロ活動が多いが、東京メロディカオーケストラの主要メンバーとして合奏したり、国内外のアーティストとの作品コラボにも積極的に取り組んでいる。鍵盤ハーモニカの魅力として、息をコントロールしながら、和音を出せる、持ち運びが簡単で演奏しながら動ける、手軽に改造することができる、歴史がまだ浅いので、 こういう音楽をやるべきというのが決まっていないの4点を述べており、楽器本体の改造や付属品の改良、演奏のフォームや運指法の工夫、演奏曲のジャンルの拡張など、演奏者として斬新な改革を進めている。鍵盤ハーモニカの研究と研究成果の社会還元を目的とする、鍵盤ハーモニカ研究所の代表を務めている。 鍵盤ハーモニカ関連のサイトとしては、国内一のアクセス数と情報量を持つピアノニマスドットコムを運営し、日本の国内外の研究家と連携しつつ、積極的に情報発信を行うほか、一般向けのセミナーや大学での特別講義などを通じて、研究で得られた新しい知見の社会還元と普及に力を入れている。 企業秘密の壁が多い鍵盤ハーモニカの開発史について、良質の一時資料を発掘して、新しい知見を明らかにするなど、従来の常識を覆す研究アプローチには定評がある。50代から60代程度の鍵盤ハーモニカを所有しており、楽曲に合わせて使い分けているが、 特に愛用しているのは、鈴木のメロディーン m 3 7ートヤマハのピアニカ P-32D、ホーナーのメロディカスーパーホースの3台である。その他、鍵盤笛であるアンデス25回等も使用する。1987年大阪府出身。2歳よりピアノを始め、幼少期をドイツで過ごす。2003年鍵盤ハーモニカを取り入れたライブを開始し、 関西を中心に7年間営業を行う。その後、鍵盤ハーモニカ界の第一人者であるピアニカ前田、松田正、夏秋、文彦の三子に支持2014年ピアニカ、前田の伴奏者として、舞台、小学校公演等で共演。2015年、鈴木学期主催、メロディオートフェスティバルの出演者に、全国より選抜。 2016年国内初のフーナー専属講師として愛好家向け講習会を担当、鍵盤ンンハーモニカ研究所を設立し、代表に就任。楽器フェア2016では日本人で初めてフーナーメロディカの PR を行い、同日開催されたヤマハ、鈴木器・フーナー合同主催のケンハモフェスティバルでは同社代表としてソロパフォーマンスを行う。2018年、 ピアノにマスとして、ヘブンアーティストに登録、ありがとうございます。